寒くてでっかいマウスパッドを掛け布団にしながら寝てたらしい。ちなみにその時の写真ある。確かマリケン今月何万負け。30万。俺30万負けてんだ。30万あったら何ができる。いやほんまよな。普通にお前らにパソコン1台プレゼント企画できるぞ。そんなにパチンコ楽しいの？全然楽しくないよ。3万円目ぐらい入れた時にあれ、なぜ俺はこんなことをやってるんだって。だから俺も不思議なんだよ。いつでもやめれるんだよ正直。やめようと思えば。でもやめようと思った瞬間に頭の中で声が聞こえるんだよ。あと1万円入れれば当たるかもしれないよって言われた瞬間、もう俺の左手は3度に1万円が伸びているよ。でまたその1万円の残り1000円の時にまた頭の中であと1万円いけばってのが聞こえてきてもずっともう無限に。じゃあどうやってやめるんだよ。やめられないんだって。だから困ってんだよ俺も。人生一度っきりパチンコするしかないっしょ。だよな。マジで人生一度っきりだもんな。何が我慢かってバカだるがお前。打ってくれ明日。部活メンバーで付き合うなら誰？本当にロブフィッシー。お前フォートナイトみたいなアカウントしやがって。お前もうガキはすぐクエスチョンマーク使うから嫌だわ。本当にガキはすぐクエスチョンマークで質問コーナーと間違えてくるからな。あじゃという船だよ。なめんだよ。まあ、ここで起きて待ってやんのかな。ねうねうねこさん、ディアワンサブスクありがとな。どうもいただきます。あーすごいちょっと取られた。TTTMMM 怖いってお前。喜びすぎやって。なんで俺いつの間にこんなの打ってたか。全然打ってなかったよな。画面の中にいきなり出てきてないな。これそうビールとか飲まないのファンタって。さっき飲んだ1本。え飲むの。俺お酒飲めないんだよ。肝臓腐ってんだよね。だ肝臓負荷で飲めないの。いや多分おじいちゃんもおばあちゃんも全員飲まないんだよ。あ下戸なんだ。そう多分遺伝子で飲めない気がする。一回飲んだんだよ。うん、ボドカさんとかと大阪旅行行ってる時に、うん、ストロングゼロ半分飲んだら顔真っ赤になって、うん、1時間ぐらいニコニコした挙句寝たらしい。大丈夫じゃん。じゃあ真っ赤に、それ多分真っ赤になったらしいの。あまあ、なる最初そうじゃない。俺もそうだったけどな最初。でもマジでフラフラしてなんか倒れたらしいの。あそう覚えてないんだ。覚えてない。ニコニコして真っ赤になって可愛いな。真っ赤になってずっとニコニコして寝たらしい。最後一人で勝手にベッドに行ってで布団取られて、うん、エアコンマックスでつけられて寒くてでっかいマウスパッドを掛け布団にしながら寝てたらしい。ちなみにその時の写真ある。確か実験柔軟性高いよ。柔軟性高い。俺、うん、でもこう見えてももともと人見知りだったんだよ俺。あそうなんだ。うん。でもなんかもったいないなって思って、うん、人見知りってうん、まあ、なんか仲良くなる速度ってさ早い方が良くねってなって変わった。うわー可視系それ分かっててもできないわ俺。初手で仲良くなれなかったらもうさ2回目ってないじゃん、まあね、でもアリケンさ、うん、仲良くなるのにこのガンガン感がないんだよな。俺ガンガン感がある人苦手なんよな。あそうなんだ。うんガンガンもう止めどなく喋る人とかひたすらねずーっと来る人苦手なんだよ。みんなどれかの配信者と照らし合わせたら多分いるぞ苦手な配信者。あぶり出せあぶり出せ言おうか。お前なえもうない失うもの。全て失った。よっか言ってもらおうか。じゃあ